お龍は、天保12年に京都で生まれました。父、楢崎正作は松蓮院の宮の爺であり、お龍は裕福な家庭で育ちました。しかし、安政の大獄で父が捕らえられ、赦免後に病死すると、家族は困窮しました。お龍は気が強く、正義感の強い女性で、母が悪者に騙されて、妹の吉備が大阪の女郎に売られると知ったお龍は、物を売って金を作ると大阪に下り、刃物を懐に抱えて死ぬ覚悟で男二人を相手に、殺せ、殺せ、殺されにはるばる大阪に来たんだ。これは面白い殺せ、と啖呵を切って妹を取り返したというエピソードが残っています。お龍は旅館で働き、元治元年頃、お龍は坂本龍馬と出会い、二人は恋に落ち、結婚。寺田屋事件では、お龍の機転により龍馬は危機を脱しました。龍馬が暗殺された後、お龍は大道商人と再婚。後に記者、川田瑞穂のインタビューを受けた、お龍は、龍馬が生きていたなら、また何か面白いこともあったでしょう、と亡き龍馬への思いを語っている。